シネマギークでございますけども、はい、シネマサンシャイン北島で公開すぐ見てきた作品、はい、ハリウッド作です。久々の、うん、あ確かに久々ですね。そう、5月に出てたから。そう、2020年最後のハリウッド大作です。あ、なるほど、はい、ワンダーウーマン1984。はい、ワンダーウーマン、ワンダーウーマン名前は知ってますよね、聞いたことありますよね。ただ詳細は知らないっていう。スーパーマンの相棒的な。ああ、いい線ついてます。いい線ついてます。いい線ついてます。あのまずアメコミ。はい。マーベル、いわゆるアイアンマンとかキャプテンアメリカとか、はい、これマーベルですね、うんうん。バットマンとかスーパーマンが DC コミック。はい。でワンダーウーマンは DC コミックの中のキャラクターの一人です。はい。はい。で、以前あのジャスティスリーグっていうバットマンとかで組んだの、はい、それにこう出てきたりしてて、ほんでワンダーウーマンっていう映画が作られて、それの続編が今回になります。なるほど、はい、で MCU の方はこれまだフェーズ3がこの前終わったんで、はい、2021年はフェーズ4が始まるよというところで新たなマーベルシリーズが始まるんですけども、 DC の方はねちょっとあのいろいろ悩んでて、はい、あのバットマンの続編、スーパーマンの続編、アクアマンの続編、ワンダーウーマンの続編どうするのかのうちの1本がこれワンダーウーマンだと、1984だという状態です、はい、であの DC は DC の中 の, この、DC のアベンジャーズがジャスティスリーグなので、うん、ややこしい、ややこしい、うん、MCU という方 の,、はい、あのキャラクターのオールスターがアベンジャーズ、はい、DC コミックのオールスターがジャスティスリーグということです、はい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 、これがぶつかることはほぼない。なるほど、ほぼないということですね、はい、でこの DC のジャスティスリーグっていう中の主要キャラクターの一人がワンダーウーマンというポジションです、はいはい、でワンダーウーマンあの前作をね見てないと今回の作品ねちょっと分かりづらいところがあるかもしれない、はい、っていうところあるんですよね。ほんで監督はねあのパティ・ジェンキンスさんという方で、あの2003年にモンスターっていう、シャーリーズ・セロンがもう役作りで激太りして、あ、はい、売春婦の役をした映画で、で感情の流れがコントロールできて殺人やっちゃう、連続殺人やっちゃうっていう映画で、これ実在した人の、はい、あの映画です、はい、これはモンスターでものすごかったです。これシャーリーズ・セロンの演技見るだけで価値ある一本です。であのその人がね十数年ぶりに監督したのがワンダーウーマンで、これ2017年、はい、でそれの続編のワンダーウーマン1984っていうのが、今回紹介するやつで、舞台は1984年です。はい、結構前ですね、はい、気づいたら前です気づいたら気づいたら前です、はいはい、でまずワンダーウーマンのベースは、アマゾン族、女性だけの部族のアマゾン族ですね、はい、多分ギリシャ神話とかの流れで聞いたことあると思う。アマゾネスとかって、ね、そう、うんうん、でこのアマゾン、アマゾネス、いわゆる女性だけの部族の中での王女様の娘として生まれたのが主人公のダイアナという女の子で、うん、でこのその島というのはあの外界とは接触を持たないようにしてると、はい、いわゆる特殊な結界で覆われてて外界からとは接触しない状態でずっとこう、神々の力を与えられてこう島を守ってきてる、呪いかあの悪の組織というか悪から守ってきてる、はい、でそこにたまたま、飛行機でこうたどり着いた男のパイロットがいて、そのパイロットが外界から来た男、うん、でそれで興味津々のダイアナは男に話をして世界ではこうなってるんだっていうのを聞いて、いやそんな世界ひどすぎる、うん、私がどないかするっていうんやけども、部族の長、いわゆるお母さんからは、いや外の世界とは関わるな、人間とは関わるなって言うんだけど出ていく。そこでこのイギリス軍とドイツ軍の戦い、第一次世界大戦がベースなんで、でこのドイツ軍の悪を倒して、でもその悪というのが実は悪い神様に操られてて、でその悪い神様をやっつけて万歳やけども、この恋仲になったなぜ、たどり着いた空軍パイロットとはちょっと自己犠牲で亡くなっちゃう、はい、で彼女は彼のが守ろうとしたこの世界を守ろうと言って人類社会に溶け込んで生活していこうっていうのが前の話です、はい、ここまで OK ですね、はいはい、でなぜかね、今回ねオープニングでねまたねこのダイアナがいかにすごい力を持っとうかって見続けるんですよ。ああなるほど、セミシラ島というねこの、はい、アマゾン族の島の中で競技大会開かれるんです。
なんか女版サスケかみたいなこと超人オリンピックみたいなのなんてね、もう何のことがむちゃくちゃなんですけどそこでね、あの、はい、見た目上なんか10歳になるか7ぐらいの女の子が大人に混じって競技に参加してる、これ小さい子はダイアナで、うん、その子はね途中まで1位で飛ぶんです。なんか飛んだり跳ねたり弓で親を行ったりとかしようと、うん、1位なんです。もう後ろを気にしすぎてポテンと落馬しちゃうと、で落馬するんだけども、なんか用水路かなんか見つけてショートカットして競技会場に1位と揉んできたんやけど、うん、この途中経過するたびにのろしが上がって、きつのこのコンテンツクリアしましたよっていうのが分かるようになったんだけども、ショートカットをしてからクリアしてないと。あ、なるほど。でそれに対して、いやそういうことはしてあかんのよというのを怒られて、嘘偽りなく生きなさい、ズルはしてはいけないですよ、真実こそ大事なんですよ、それがあなたを強くするんですよと教えられた子が成長しましたっていうオープニングで、むちゃくちゃ長いんですよこのオープニング。あ、そうなんですね。そんなにオープニング言うかっていうぐらい長いんですよまあでもこれが成長したのがこうダイアナという女性で、はい、スミソニア博物館で考古学で働いてるっていう設定で、うん、で実はワンダーウーマンっていう役をやってると。で1984年、まあ古臭いヘッドホンはもう全部ワイヤー付きですよなるほどなるほど。で、あのなんか原色カラーバリバリの服着たりとか、ああのレオタード着たお姉ちゃんがこうちょっと運動してたりとかっていう84年ってそういう感じだったんですね。そうか、84年ってそうか、そっか、清水さんなんかほぼ分からんでしょうからね。いや私3歳とかそのぐらいの年ですよ、ね、84年、はい、私は10歳超えてますからねちょっとおぼろげに覚えとんですけど、ね、日本でもジュリアナ東京とかが、ああ、もうちょっと後ですかね。そうか、はい、でも日本もまあまあまだ景気が良くて、はい、ですよね。でまあそういったところでショッピングモールでね、宝石店に強盗が押し入るわけですよ、うんうん、と宝石店入ったら、いや宝石が欲しいんじゃないと、お前ら裏取引しようもあるだろうと、あれよこせって言って店の奥行くと、いわゆる一般流通してないの、ま、遺跡から掘り出された、宝石というか、はい、そういったものが並んで、それを奪う犯人、うん、でそれを見つけてとっちめるワンダーウーマンがオープニングで出てきて、はい、ああもういわゆる初期の盛り上げパターンですよ、はいはい、いわゆるイントロみたいなものですね歌で、カマシーヌですね。そうそうそう、まあ A メロみたいな感じですけどまあこれでワンダーウーマンですごい力持てるでしょ、すごいんですよこの人は、でも正義の味方なんですよいう見せとんですよ、うん、でそういった中でこの彼女の働きをしたら、スミソニア博物館にもう眼鏡かけて髪ボサボサでファッションはもの激ダサな女なんですよ。これバーバラっていうのが赴任してきて、うん、男性はものすごくいぶかしげに見るわけですよ。いやちょっとご遠慮したいなっていうような感じで見る、うんうん、でそういう彼女に対してダイアナはこう優しく接すると、はい、でバーバラから一緒にご飯行きましょうっていうところの中で、まあ、ダイアナと仲良くなるんだけども、そこにこう先日のモールで襲われたこの中からちょっと鑑定してほしいものがあるっていう FBI からこう鑑定依頼が来て、はい、バーバラのところにこのいろんな頭皮の鑑定が来て、でその中にねこの願いは何でも叶う意志っていうのが紛れ込んでるわけです。これドリームストーンって言うんですよ。でそれを見つけて、あのなんかこんな嘘だろって言って、職員の おっちゃんが持って、わ今すぐコーヒー飲みたいね言うたら、たまたまコーヒー余っとんけどいる人おらんみたいな、おーちっちゃい願いが叶った。そうそうそう、でもああでもたまたまかもしれんしなるほど、ね、でそれは、まあ、いわゆる誰も信用してないわけですよ、うん、でもこうどっか試そうとするじゃないですか。そうですね。でダイアナは前作で亡くなった恋仲のトレバーというパイロットにもう一度生きて会いたいっていうのを黙って願うわけです。でその時は願って、でもそんな現れるわけないですよ、うん、でそんなことないよねってははんって言ってその場は終わると、はい、で、まあ、バーバラとはご飯行って仲良くなるっていう状況があると。でその頃テレビではね、マックスという人がもうあなたの夢叶えます、もうここに投資してくれたらきっともう大儲けしますねみたいな流れてて、こう時代の長寿みたいな形でやってるこのマックスっていう人が、はい、この博物館に寄付しますよとっていうことでやってきて、でバーバラとちょっとこう話して意気投合するみたいな、うんうん、でそういったところでダイアナはこのおっさんちょっと怪しいよなと思いながら、まあ、距離を置こうとするんだけども、そういったところですね。でこうこのドリームストーンっていうものが、これ実はものすごいキーになってて、はい、この事業家 の、 あのマックスというおっちゃんは
そのストーンを狙うために来とったんですよ。なるほど、うん、でそのストーンを狙うために来るんだけども、で、ダイアナはダイアナでこのラテン語で書かれたその石とかについてちょっと気になるけん調べようとする。だからバーバラはマックスに勝ったっていうことが分かるんです、はい、いや勝ったらあかんやん、博物館のもん勝手に貸したらあかんやん。でも彼高くに寄付してくれとおけんいいかと思ってっていうところで彼に貸しちゃったっていう、うん、でその頃マックスはこのドリームストーンを使ってとある願いを叶えようとする、うん、でそれに対してその前に実はバーバラは私はもうこんなにダサダサやけどもあのダイアナみたいに綺麗でナイスボディで博学で強くなりたいっていう願うたら次の日メスが力はついてる、うん、メガネっ子だったがメガネ外が見えるようになるそう、はい、はい、であの力も強くなってっていうところで変化してる。だからあれがドリームストーンっていうのが嘘ではなく本物だったっていうのがこう劇中で描いていくんだけど、うんうんうん、マックスが願うことによって世界を巻き込んだ大混乱になっていく。いやそりゃそうですよね。でそうこうする手前で実はダイアナはこのマックスに立ち調べててドリームストーンが怪しい、はい、でマックスのところに乗り込むあのいわゆる懇親パーティーがある、いわゆるチャリティーのパーティーがあるところに乗り込んでいったんだけど、そこでとある男性に声をかけられます。亡くなったはずのトレバーがダイアナに声をかけるわけです。叶った、生きた、会えた。でもそれには裏がある。へー、そうなんですね。願いが叶う代わりに何かを犠牲しないと、うん、さあ世界はどうなってしまうんでしょうか。ちょっと引き込まれますね。ベタっちゃベタ、うんうんうん、シナリオ的にはベタでひねりもなんもないんですけど、はい、まあハリウッド大作久々に見るにはこれぐらいでちょうどいいっていう。確かにそうかもしれない。難しい話にせんとうん、うん、悪いやつがとことん悪いことをしようとして、うん、いい人はいい人のためで立場でどないかしようとするそうけども、そこに障害が出てきてうまいこといかん、うん、彼女はいいことを達成できるんかみたいなのをハラハラワクワクしながら150分見るわけです。あもう映画館出るときすっきりしてそうですね。すっきりしてますね。あそういうのいいですね。そうそうそう、MCU がねこの前アベンジャーズのエンドゲームでね、はい、もう大断言というか、まあ、トニー・スターク亡くなっちゃいましたけど、はい、もう大断言で終わったわけですよ、あれを見た後だとねものすごく見る。ああなるほど。ストレートに言うとものすごいちっちゃい話なんですよ、やっぱり、はい、まあまあそうです、ワンダーウーマンだけの話なんで、はい、ただもうこの1年間、うん、ハリウッド大作というものをほぼ見えなかった身からすると、うん、金かけてもう頭ポカーンとしながらで人は人を思いやる気持ちが大事なんだよっていうテーマを持ったこの映画を見るのはものすごく気持ちよかった。なるほど。やっぱ映画はこうでなくちゃみたいな。そう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 、ね、その通りです。その通り。あ、こう難しいこと考えに。うんうんうん、その通りなんですよ。老若男女、はい、みんな楽しめる。そうですね。うん、ぜひ。で、はい、ワンダーウーマンをね、これアメリカではテレビドラマとかになっとったりするんですよ。はい、だけど結構アメリカでは親しまれとキャラクターの一つなんですけども、うんうんうん、日本ではやっぱりね、ジャスティスリーグ初めて知った人がほとんどだと思うんですけど、うん、まあアメコミマニアの人はまあ除いてね。はい。で、まああれ。であと伏線がいろいろあるんですけども、もう最後の最後の伏線回収してくれるんですよ。うん、いやこれもあのシナリオよう練り込まれとんなっていうところで、あのここからもう完全なネタバレになるんで、はい、完全なネタバレなんですけど、この予告とかねネットの CM で見てワンダーウーマンが金ピカのこう鎧を身につけた、はいはい、これあの伝説の戦士が身につけた鎧っていう設定なんですよ、あれは、うん、で伝説の戦士って誰なんだかというとアステリアっていう人なんです、うん、でその人がこの人間界と、まあ、まあいわゆるこの悪悪いと正義の戦いの中で 彼女が身を挺して守った鎧として出てくるというのが出てきて、はい、で彼女は行方不明で出てくるんですよ。で最後の最後にチラッと出てくるんです、はい、もう最後の最後に伏線回収するこの気持ちよさ。うーん、でそれを演じてるのが1960年か70年代にあったテレビ版ワンダーウーマンの主演のワンダーウーマンをしよった女優さんが伝説のアマゾネスの伝説の戦士としてアステリアとして出てくるってい う, こうサプライズなんですね。そうなんですね。だから向こう の往年のファンからすると、うん、うわっっていうのが最後の最後に待ってるっていうのがものすごく小気味よかったです。
けど、もうほんと全てにおいてベタなんですよ。はい、オープニングでもう10歳12数歳の女の子が大人に混じって1位になるぐらいスーパー能力を持ってるっていうイントロ、うん、でその後彼女がスーパー能力を持っとを見せるショッピングモール の犯罪シーンを取り押さえるっていうところ、うん、でダメな人と出会うけどそれがダメな人が 変化してっていうところいうとで悪いやつがとことん悪くなっていくんですよ。もう王道中の王道、バン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 って見えるんで、150分あんまり長く感じなかった。なるほど。ラブロマンスもあるっていうところで、はい、まあ、そういった部分も含めてですね、いやダイアナ、まあ、ガルガドットっていうお姉ちゃんで、これ確かイスラエルの、ユニバースかなんかの、ね、代表の方。ああ、そうなんですね。綺麗な方で、ナイスバディでむちゃくちゃ綺麗な方で。はい、もうなんかおるだけで妖艶さとは言えない美しさと色気が出てくるっていうところ、この人はもっと化けてもいいなと思う。なんかワンダーウーマンばっかり注目されてますけど、うん、もっと違うところで出てくると思います。はい、で元思い人のトレバーっていう役がこのクリス・パインっていう、これちょっと、ベビーフェイス的な俳優さんで、結構演技も上手やし結構いい演技してくれてます。はいはい、でバーバラというのがクリスティン・ウィグっていう方で、この人が結構変化する部分で80年代のね、いかにも80年代のギトギトした衣装を着まくってくれるんで、なんと高校生デビューじゃないですけど、はい、変わりたいデビューしてからの衣装がもうああ80年代のちょっとイケてる感の人が着とったみたいな感じの出てくるんで、それ結構まあ面白い。ファッションも面白い。ファッションも面白いです、ね。あ、うん、ハイヒール履けないバーとかとか、ね、あとアニマル柄のハイヒールとか、もう大阪のおばあちゃんかみたいなハイヒールも出てきたりするんでちょっともう1984年っていう時代設定がナイスやなっていうか、うん、ただ一点、DC コミックのジャスティスリーグの、ね、制作スケジュールとかが全部ね、もうごちゃごちゃになったんですよ。うん、でシナリオ展開が全く進んでないから、ジャスティスリーグシリーズ のワンダーウーマンの続編を、純粋な続編作るってなった時にジャスティスリーグの後の話にするのか、前のワンダーウーマンとこのジャスティスリーグの間にするのかってなった時に、こっちしか選択肢がなかったから1984になったんやなっていうような、ちょっとした話もあるんで、そういった部分も含めると結果的にはそれで良かったかなという気はします。なぜ MCU と DC は全く別物で、はい、ただ両方とも面白い、スーパ ヒーローたちのお話のその中の一つがこのワンダーウーマンなんで、うん、ぜひMCU ハマった人はぜひ DC の方も追いかけてほしいなと、はい、ジョーカーとか思うんですよね。ああ、なるほど。ハーレクイーンとか、はい、あ、そっちなんですね。そうそうそう、そっか。ちょっとねダークでグロいシーンが多いのが DC です、うん、そういうことになりますよね。そうそう、で子供向けで、うん、完全懲悪じゃないけど子供向けでやっつけたバンダーイって分かりやすいのがマーベルっていうところは若干あるのかなっていう。で DC の方はね、これ古い映画ですけど、ウォッチメンっていう映画があって、このウォッチメンっていうのは、あなたの正義は本当に誰にとっても正義なんですかみたいな、うん、奥の深い話が盛り込まれとったりするんで、はい、DC シリーズ本当ね、一本一本紐解いていくと結構深い映画が多いんで、うん、スーパーマンもそうです。スーパーマンが起こしたこの敵との戦いによって街が破壊されて、その破壊された中に亡くなった人もいるんだよ、うん、スーパーマンの責任はないのかっていうような話っていうのはちょっとね大人的な話になってるんで、はい、でもそれの影響を受けてるのがMCU の中のでも出てきますね、ウィンターソルジャーのところの話がもろそうです。はい、はい、ソコビア協定、いわゆるMCU のスーパーヒーローたちが街を壊して、それで壊した人たちの保証はどうするんだみたいな、うん、それの責任が誰が負うんだみたいな話があって、これどっちの世界でも描かれてる話なんで、うんうんうん、そういった意味で言うとアメコミというか DC とマーベルの普遍的な、あなたにとっての正義はあなたにとっての正義であるかもしれんけど、全員の正義じゃないんだよ、独りよがりやめようね、みんな仲良くっていうところに通じるところはあると思うんで、うん、そういったものも含めてワンダーウーマン、ものすごく分かりやすい、ワンダーウーマンはどこまで行ってもいい人です、はい、それが分かりやすい映画でございますので、楽しく気軽に見てください。
はい、あの酷評してる人は酷評しまくってますけども、あ、なるほど、これね、そこまで酷評するほどでもない面白い映画だったと思いますので、ぜひ自分の、ね、目で見て評価をしていただけたらと思います。ということで、シネマに行くシネマサンシャイン北島で上映中、ワンダーウーマン1894ご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いします。